土俵に上がる前のが私は緊張してましたね。土俵上がる前ですか。もう上がってしまえばもう、もう怪我してでも勝ちたいっていうそういう思いもありました。土俵下に座ってる力士たちいますけど、これから取り組み取る力士が座ってるの、はい、その時はちょっとやっぱドキドキするんですか。もう土俵の上に上がってしまうと、もう腹が決まってしまうっていうような、もう勝つか負けるか引き分けはないですからね。リングと一緒ですね。共通点も辛く多いと思います。今日はゲストにプロボクシング3階級制覇長谷川穂積さんをお迎えしています。2勝5敗同士、佐田の海と輝です。中に入りたい佐田の海と輝は立ち合いからの突き放しがあります。さあ突っ張って中に入れません、押し出し、輝の勝ち。最後お客さんの方まで行きました。お客さんもドキドキしてみますね。そうですね、佐田の海もそれほど幕内で重い方ではないんですが、145キロありますので。145か、はい。